コバでも7球は7球やろ。コバ7球やろ。はい、7球やろ。クロちゃんいいんですか、食ってんの。帰ろう帰ろう。変えますか。変えるじゃあ本来ここ変えましょう。変えるな、これでいい、これでいい、こんだけいい読みやから、これでいい、これでいいんですか。違うしてんのやって。いいんですね。お前かちょっと信用した方がいいんじゃいます。いやいい。え、あのメッセージは黒さんの年が1万円札が出た年かなって。おお、そうだけど小6なんか1万円札を持つ機会ないですからね。だって俺見たこともなかった。もう時間ないです、黒さん。いいんです、ガッツリガキみたいな黒田さん。黒田さん、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 いいんですかって。最後でもう本線届け聞かせよ。こんだけ言えない。そんだけ言えない。取ってあげる。こんだけ取ってあげる。こういうこと信用しましょうよ。だってもう僕ら4年もやってるんですよ、はい、同じ番組。はい、そこまで。いいですね。もう、はい。さあ行きましょう。はい、まずは石川さん。はい。行きましょう。ファンタ発売、ドーン。じゃあゆかちゃん行きましょうか。行きましょう。ゆかちゃん消費税。一斉に黒田さんとここ行くよ。会えば金一歩です。せーの、残念。はい、以上、たくさん来ました。こいつ、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 ひどい。もう法政さん、こいつ、こいつの言うこと信用し、もうでけへん。こいつ一人でどうやねんと思いますよ。なんなんすか。あんだけ言うてやな。いいんですか、最後のチェックじゃないですか。何回もいいんですか、いいんですか言うから、だんだん不安になってくるやんね、そう言うたら。悪いやつやで、お前は、ほんまに。撮りましたね、今日も。撮ったんだ。喜んどんねや。喜んでる場合か。さあ、コーナー説明は、トラヤさん。はい、お願いします。はい、まずは今週のプロニュース、様々なニュースをもとに人間の心理や習性についてトークしていきます。まずはこちらをご覧ください。プロニュース、世間ってこんな。今回のネタはバイキングが生まれて50年、百貨店の大食堂も復活。バイキングという名前に親しまれている、大皿に盛られた料理をそれぞれが欲しいだけ取って食べる食事のスタイル。このスタイルを日本で初めて取り入れたのが東京の帝国ホテル。それが今から50年前の1958年8月1日だったのです。そこで今年バイキング誕生50周年を記念して8月1日をバイキングの日と制定しました。当時は一泊の宿泊料金が1800円という時代に、バイキングの料金が1人1200円から1500円もしたそうで、かなりの高級料理。みんなの憧れだったようです。ちなみにバイキングという言葉は北欧の食べ放題という伝統的な食事のスタイルから連想して作られた名前で、帝国ホテルがオリジナルなんですって。知ってました？ところで憧れのレストランといえば、昔は百貨店の大食堂もその一つでした。1930年昭和5年に日本で初めて冷房完備の百貨店の大食堂がオープンしたのが難波の高島屋大阪店。そこでこの夏、高島屋では今はもうなくなってしまった百貨店の大食堂を復活させています。お子様ランチをはじめ、かつての大食堂で人気だった昭和のレトロな懐かしいメニューが味わえるんだそうですよ。というわけで、バイキングや百貨店の大食堂など子供の頃憧れだったんじゃないですか。ということでね、今でこそホテルなんかのバイキングなんていうのは、うん、メジャーですけども、うん、当時は宿泊料金と備え差のない、ね、宿泊料金と ね、 ね、 そうですね。だって1800円の時代に1200円ですか ら、 円だから今で言ったら1万5000円ぐらいは行ったかもしれない。なるほど、ね、今の値段バイキング食べに行くのに、うん、でバイキングでも女性が取ってきてくれたりするじゃないですか、うん、あれセンスを分かります。分かるよね。僕はバイキングセンスほんまないんですよ。お前だって寿司の横に焼きそば置いたりとかするタイプやろ。そうそう、チャーハン、パン、ホットケーキ。アメリカから見た日本か、お前。なんか嫌やろ。ほんま、そういうセンスな。で僕、この間もそういう旅行行った時にバイキングみんなで行ったんですけど、うん、こうやってセンス出るなと、うん。それこそ女の子に取ってきてもらった時の、うん、
この色合いとか、そうやね、盛り付け盛り付けでなんか女性の品がわかるなよ、話サラダなんか見てたらよくわかるもんね。もうあのなんやキャベツばっかり持ってきよるとかおるやん。パプリカ入れパプリカみたいなのがあるやん。やっぱこう見た目の、ね、見た目な全体的なトータルアートをやってほしい。あるよね、それはわかりますけどもね。あとあの食堂なんかでも皆さん行かれますか、あの大食堂と百貨店の、うん、なんかすごい一大イベントやったような気がする。百貨店のこういうところに家族でね、ランチとかね、サザエさんとかでもそれだけで1話消費するぐらいの話ですよね。いまだにそうやもんね、お出かけっていう。その時にサザエさんの真珠のネックレスしはる。そうだけここだけ、ここだけ口紅振ってね、サザエさんがこうやってお出かけね、そういうので、まあ、レトロな感じにもしますけど、我々世代からするとやっぱりすごいというか、陳列って今もあるんですかね。陳列っていうのあるじゃないですか、ローで作ってる子。ああ俺あれね、スパゲッティって今もやってんの、こうこうくるくるってやってフォークがね、俺足がまだ浮いてるやつ、俺ああやって出てくる思っとったんよ。何で子供の時にあれがうわー思ってるね。一番初めにね、あの知り合いのおじさんにそういうとこ連れてもらった時に、うん、スパゲティのあのナポリタン言うてさ、うん、あれ出てくんねやと思ったら、いつだったらあがんねやろって言ったら、あの早く食べな冷えるで言うて、いやもうちょっと待ってるとか上がってくんのかなみたいな。まあありますけど、どっか見たことあるわそれ。あれ懐かしいよね、出たかな感じですね。っていうのを踏まえましてですね、テーマはこちらでございます。まあ憧れだったメニューというのね、うん、皆さんそんな豊かであれでしょ、裕福な家庭やなかったでしょぜ。タモちゃんがやっぱ憧れのメニューって水？誰が水や。国がなんとかせえそうなの。せえ。ライフライン。水憧れてますねんなんて。国がなんとかせえ。雨だけせえなんです。白米や。誰が白米や。何の時代の人やね。衣装品でこうやってついてんのか。裸足の剣の時代やねんかそれは。僕はお子様ランチとかですね。あの旗。旗な。日本だったな。あれ日本じゃなかったら嫌やのに、日本であるべきやろ。たぶんアメリカとかね。マンコックね。俺。初めて知り合いのおじさんとこ連れてもらって、お子様同じおじさんさ、同じおじさんが不憫やんでよう連れてきたら、カブで海連れてくれたりとかして、そのおじさんがお子様なんじゃけど、見たこともないなんか国旗でウズベキスタンみたいな、どこやねんそれ。あーちゃうやんみたいな。子供だったらね、リュウさんは、あのじゃあのあれ濃いカルピス、あ金持ちんとこ濃いでしょ。わかるわかる。家によってあの お母さんのさじ加減一つで違うでしょ。そううちはどっちかって薄め、うん、うちも薄くね、うん、で友達のとこにいてカルピス飲むと出されたのが飲んだことないぐらい濃いかって、はい、甘いんや、飲みたいぐらい濃いね、思わへんかった、うん、俺もあの扁桃腺腫れたらカルピス飲めるんですよ俺のとこの家。治るの治るっていうか、あの糖分っていうか、そのえメロンとかじゃないの、メロン病気とかだったら、ね、子供の時なんかメロン食べないですよ誰も。誰も子供の時なんかメロン食べたよね、食べたメロンはね、いやメロンはちょっと上すぎるよな。誰もって、グレープフルーツ切れちゃう、まあ、あそう、まあ時代がちゃうんやろな、ほぼ一緒やゆかちゃんはなんか怪獣ゲームとかやってて、怪獣ゲーム、怪獣ゲーム、あの骨付きのお肉、あギャートルズの、ギャートルズの、マンモスの、マンモスの肉ね、サルダケ、サルダケ、サルダケと、ハイジのチーズみたいなやつやろ、あとパン、パン、ハイジのパン、ハイジのチーズ塗るパンや、おばあちゃんが欲しいパン、ね、分かるよね、おばあちゃん欲しいパン、アライグマラスカルのソーダ水も好きやったやろ、このブドウの、あ、それ憧れるな。でも今やったらびっくりするけどな、いかがこんなでっかい肉がガーッいったら、ね、確かに本当に、こばは僕はもう洋食全般は憧れでしたね。あ、お母さんおかんがもう煮物専門みたいなのがあったんで、そやな、グラデスなんね今何をおっしゃるんですか今言うてることがすごい分かったよ、はい、グラタンなんかびっくりせえへんかった、グラタンなんかもうそれ夢の CM で見るもんでしたからね、なあ何やこれ思ってな、それこホワイトシチューとかびっくりしましたもん、だってあのロールキャベツなんか出てきた時これ何やと思うの、俺でっかい虫出てきた思うて、緑の青虫、青虫でっかい虫やったんですか、でっかい虫やってロールキャベツじゃなくて、さあ大瀬さん、もうちょっと違うの分かるんけど、はい、コーヒー、あ大人の味や、コーヒーは大人の飲むもんや、そうそうそう、すっごい憧れた、喫茶店とかにもウインナーコーヒーとかいうのを聞いて、最近あんのかな、なんなんウインナーコーヒーって、コーヒーとウインナーや思ってた、思ってましたよね、ミルクの知りません、生クリーム乗ってるやつね、あコーヒーはなかなかね大人のあれで、正直タコちゃん何なの、憧れ、ほんまに憧れてたメニュー、憧れてたメニュー、うん、子供の頃
食べてみたいな、あれどんな味するんだろうっていう。いやだってあのほんまにレストランっていうのが家の近所になくて、どこど上本上六かどっかのあの近鉄のあれの見た時に、これ多分アラブの石油王しか食われへんやろなみたいな。ぼーっと眺めてた覚えがあるわ。百貨店自体を見た時、ね、びっくりしたもん。これで中見てた、ショーウィンドウで。ショーウィンドウもやってないですよ。ほんなら、木のいいおじさんがどうだみたいな。くるくる、あっちにじさんから、のぞみたからします。日本の夏といえば、つきものなのが怪談。遊園地では、お化け屋敷が。そしてテレビをつければ、怖い心霊番組が。でも、その中でも昔から子供たちに愛され続けているのが、妖怪ですよね。例えばこの夏にはゲゲゲの鬼太郎の実写版映画の第2弾が公開。鬼太郎たちの人気は今も昔も変わりません。主なキャラクターは大人も子供も問わずみんなに親しまれていますよね。その証拠に夏休みには各地で妖怪に関するイベントが見通し、まもなく名古屋ドームではビッグイベントが開催されるほか、大阪では京阪百貨店堀口店で現在水木しげるロード展が開催中なんです。というわけで今日はゲゲゲの鬼太郎をはじめいろんな妖怪たちをご紹介します。